こんにちは、まゆみです。今日はですね、発信を始めていて、つくづくつくづく痛感していることっていうのを今日お話ししています。今ね、見てくださった方、この動画にたどり着いてくださった方っていうのはご縁があると思いますので、どのチャンネルかわからなくなる前によろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しいなと思います。それではよろしくお願いします。これね、庭で咲きました。綺麗でしょう、ナルキッソスです。でも今の子、ナルキッソスのこと知らない、ナルキッソスの伝説のこと知らない人いる。ナルシストっていう言葉は知ってますけどね。はい、今日はですね、何と言いますか、ずっと疑問に思っていることがあるんですね。それはね、例えばなんですけど、じゃあマチュピチュでいいかな。ああいう高度な文明があったっていうことがどうして完全に忘れられちゃってるって、発見されることがあるんだろうっていうことがもう常々常々不思議なんですね。で、それ何のためにこのお話をしてるかっていうと、だから私は発信しているっていうことなんですけど、何を言いたいかと言いますとね、例えば私が持ってる、僭越ですけど、拙い知識であるとか、方法論であるとか、考え方ですねっていうのは、私が話さないと、私が発信しないとなかったことになっちゃうでしょ。それは一石を見てていつも思うんですね。あんなすごいものがあったことを記録にも、文字を持っていなかったってことはあるかもしれませんけれども、記録にもなかったと。そして他のとこと交流もしてなかったからだと思うんですけど、それは中国の兵馬俑でもそうなんですけど、あんなものがわからない、何百年もわからずに発見されなかったっていうのはどういうことなんだろうっていうのをいつも思ってるんですね。それってすごい人間に、人類にとってのすごく損失なんじゃないかなって思うんですよ。だから私が知ってること、分かってること、経験してきたことっていうのを、本来だったら、レッスンとかで有料じゃないとお話ししないっていうことかもしれないんですけど、今どんなジャンルにおいても超専門的な方が、もう信じられない有料級の話を出してらっしゃるでしょ。だから私もそうしていこうかなって思ったっていう部分もあるんですよ、僭越ながらですけどね。例えばその兵馬俑なんかは作らせておいて、その存在をわからないようにするために作った職人も全員一緒に埋めたっていう、とんでもない、西太后なんかもそうだったみたいなんですけど、っていうことなんですけど、例えば文字を持たない文明であるとか、そういう、それはピラミッドなんかでもそうなんですけど、ああいうことがその後世に全く知られずにいたっていうことは、やっぱりその何百年間とかすごく、なんて言うんだろう、損失かな、人生じゃない、ごめんなさいね、人類にとっての損失かなと思ったので、私が今気づいてることとか経験してきたことっていうのをお話していくことで、どなたかのお役に立ったりきっかけになったらいいかなっていうふうに思っているのね。はい、ということで、今日ね、最初に弾きましたのはクロード・アシル・ドビッシー、フランスの作曲家ドビッシーの、幻想小品集ということ曲集の中の「夢想」という曲の一番有名なサビの部分を弾きました。人間にとって分かる、腑に落ちる、一致する、ハマる、要するにこれ知ってるけどなんだっけとか、あの曲なんだっけとか、このメロディーって知ってるけどなんていう題名なんだっけとか、あのブランドなんだっけとか、あのお店なんだっけ、あの食べ物の名前なんだっけとかね、そういうことって、あの場所の名前なんだっけとか、このことなんて言うんだっけっていうことが分かる、ハマる、腑に落ちるっていうのが人間にとって一番の快楽なんだそうです。なので、精神的なですよ、三大欲求とか抜かしたところね。なので、クラシック音楽に関して、ピアノ周辺、クラシック音楽全てですけど、これからも発信していきますので、よろしければね、私他にもたくさん本当にたくさん撮ってるので、よろしければ見ていただいて、ちょっとでも興味を持っていただけたら嬉しいなと思っています。はい、それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you as always. So, if you subscribe my channel and highly it,
I'm so happy. So, I hope see you next post, another post. いつもありがとうございます。